僕のメンバーは気は悪くないですよ。みんな盗んだりとかするのはしなかったり、なんか喧嘩やるならやるよみたいなタイプで、そういうタイプで仲良くなった感じですね。今日のやつ多いじゃないですか。メンバーの一人一人ボコボコとかあるんですか。佐久以外は喧嘩しようがない。中学校の時と、すごい佐久間はもう本当に喧嘩で出会ったんです。クラブで暴れてて、クラブで暴れてて、じゃあ俺とやろうってなって、その時はボコボコに行かれたんですか。本当に貫通してたよ。貫通しましたね。もうほんまリアル花山香るじゃないですか。いや貫通ですか。自分の歯が刺さって、で歯が飛び出してき きました。ピアスつけとけばよかった。なんかたまにつけてる人いるじゃないですか。場所がちょうどいいところとはやばいな。そこで仲良くなったんですね。そうですね。そこで仲良くなって、なんか格闘技才能あるから、はい、格闘技一緒にやるかってなって、俺もその時ちょうど格闘技始めたところだったんで、でジム一回呼んでやったら、また違うところ貫通したんですよ。弱いですか、ちょっとこの辺。二度と投げられたくないと思って。